牛筋カレー出来上がり。よいしょ。ちょっと見えないな。美味しそう。お腹減った。いただきます。うん、美味しい。うん、美味しい。これ明日やばうまいわ。うん。でもさ、工程見ててさ、これ絶対うまいなってわかるしよ。コンソメ入れて、ニンニク入れて、チョコ入れて、コーヒー入れて、牛すじ入れてさ、おいしい。うん、醤油もあり、あとね、砂糖もいいよ。うん、発酵、蜂蜜とかね。うん、あの辛口を作るのがまゆたのホットカレー、ありがとうハート。辛口で買ってね、辛口から甘くするのがなんかね、なんかこうプロっぽくなるから。私別に辛口が好きとかじゃないのだから。お母さんも同じカレー。うちのおかんはね、あんまり料理うまくない。お母さん料理下手だね。あのずっとうちのお父さんが作ってて、ご飯お父さんがなんかね料理人だったんだよ。近くだったら食べに行きたい。あー、ありがとうりちゃん、ありがとうございます。美味しくできたよ。8個目ナイス。これは結構かなり美味しいと思う。うん、明日が楽しみな味付け。明日何作って発信してほしいな。なんてどうやって作るの。私ね、パン好きじゃないんだよね、あんまり。辛っ。もうちょっとチョコ入れてもいいな、これマイルドになるかな。社長令嬢なんて一言も言ってないね。これチョコ入れようかな、もう一個。これで多分いい感じかも、もしかして。マユルドカレー美味しそう。ひーちゃんナイス。美味しくできた。パチコメナイス、ありがとう。マユルドホッツカレー美味しくできた。チョコ入れるとなんか松屋のカレーめっちゃ好きなの私。松屋のオリジナルカレーがすごい好きで、調べたら辛口にチョコを入れてるって。そっから松屋のカレーを真似して作ってる。美味しいよね。え、クソうまいじゃん。チョコ入ってんの松屋のカレーって。辛口にチョコが味噌なんだって。そっから意識して。ブラックチョコ、あ、ブラックチョコだからあんまり甘くないのか。そういうことか。
溶けたかな。あ、美味しくなった。美味しくなった。松屋のカレー好きな人初めて見た。松屋のカレー、あの1000円ぐらいの払ってもうまいと思うんだけど。やっぱり誠司さんにもカレー食べさせたことあるよ。うまいって言ってたけどね。マユのカレー、あのケンストさんもおかわりしてた。いや、誠司さんはね、めちゃくちゃあの難しいよ、審査が。誠司さん一番うるさいんじゃないかな、食に。あれ、彼女大変だと思う。彼女大変だよね。誠司はもっと不安だし、今はもういなくなってる。誠司さん今日もやってるよ、不安っち。昔の動画見ると誠司のこと呼び捨てにしてたよね。え、なんかそれはなんかゼロワンの教えだった。なんかみんなにちょっとタメ語で名前呼び捨てで やってけよって。あ、そうなんだって思って。でもそしたら生意気って言われるようになっちゃう。鼻水が止まない。サンタクロース高額アイテム、ひーちゃんありがとうございます。やったー。どんちきどんちきどんちき、君が君が君が、お前がお前がお前が、ありがとうございます。パチパチナイス、ありがとう。キピン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 、ナイス。ひどんなさんじゃない、助かります。カレーってめんどくさいんだよね、お掃除が。みーこの親にもタメ口は私の性格だね。あのタメ口で話した方が仲良くなれるって思っちゃって。整形後ダウンタイム4日目、これをタッパ入れるか小分けしていくか。マイタの大量のカレー美味しそう。美味しくできた。これはあの歴代今まで作ったカレーのトップクラスにうまいカレーができた。悲しいよね、男に食べさす機会がないことが。残念です。愛する人にさ食べてほしいのよ。残り絶対捨てないよ。私捨てないよ、捨てたりしないよ。ネットの王子は今病んでどっか行っちゃったね。何してんだろうね、あの人。もうラムちゃん無理でしょ。もうラムちゃん無理だよ。なんでだろうね、なんでルルンちゃんと一緒にいないんだろうね。
ルルちゃんまだ王子のことが好きなの。王子ってなんであんなモテるんだろう。なんかホスト好きそうな女に好かれモテそうなの。リスナーの家王子好き、好きとかないでしょ。配信者としては配信者結局人を愛せない人間なのさ。引きずってんじゃないラムちゃんのこと。まゆ今誰が好き、好きな人がいないことが悲しい。好きな人が欲しい、好きな人欲しい。なんかいいな、好きな人がいるの。彼氏がいるよりも好きな人がいるってよくない。2人前ぐらいかな。あともう一個。ともうラスト。あれ、タッパの蓋が。蓋がない。これかな？これじゃないか。偉いでしょ、ちゃんと小分けして捨てないからね。3個できた。3個眉はケチだから全部食べるよ。ケチとかの問題じゃない。なんかね、食べ物を残すの本当はあんま好きじゃない。これ一回蓋開け、蓋ここに置いとくか。冷まし、これ冷まして、この洗った裕福な人ほど捨てる。あと家庭環境じゃない、うち絶対残しちゃダメって。でも そういう教えでよかった。
今日はビール飲もう。何を何て言われようが。なんだかんだもう5日間飲んでないわ。まずいもの食べて太りたくない。全然残しちゃう。そうだね、無理して食べなくていい。なんか本当はだからそのさ、外とかで前確かに残しちゃったりするけど、持って帰れるんだったら持って帰ね。家では絶対捨てたりしない。でもいいんじゃないの、食べる量だけ頼めて。でもさ、あのお金払ってさ、経済を回してるわけじゃん。そんないいじゃん。あ、裏洗うか。牛すじの汁がついてた。冷凍しちゃいます。ちゃ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 。で、米はすぐ冷凍庫ですよ。あ、どうしよう。こういうちょっとした、疲れた。お仕事お仕事。